512S フェラーリ 512S はイタリアの自動車メーカーフェラーリが1970年から国際メイクス選手権に参戦するため開発したスポーツカー。当時国際自動車連盟車両規定のグループ5に属する。1970年は 512S、1971年は改良型の 512M が使用された。 1970年ニュルブルクリンク 1000km レースでの 512S1968 年の国際メイクス選手権競技規定ではプロトタイプスポーツカーは第11クラス長から 3.0L まで生産公認を要するスポーツカーは第12クラスにそれぞれクラスの上限が定められたこれにより前年までフェラーリが使っていた第12クラスの プロトタイプスポーツカーは参加権を失った。またスポーツカーの公認を受けるために必要となる連続12月まないに50台を製造する能力もフェラーリに花なくこの年は不参加となった。しかし1969年はスポーツカーの最低生産台数が25台に緩和されポルシェは急遽第12クラスのスポーツカーを開発して実戦投入した。 この年のフェラーリは、第11クラスのプロトタイプスポーツカーで参加していたが、ポルシェのこの動きに追随して、第12クラススポーツカーの 512S を開発して、公認を受け、1970年より選手権にデビューさせた。なお、この年からスポーツカーは、グループは4からグループ5に変更されている。マウロ・フォルギエリの指揮下。 開発はわずか3ヶ月で行われた。シャシーは、北米のカナディアン、アメリカンチャレンジカップ3 0用に製造した 612P をベースとし、ボディは、ジャコモカリーリ設計のベルリネッタとスパイダー、高速サーキット用のロングテールが用意された。エンジンは 612P の6.2リットルから5リットルへ、サイズダウンし、550HP、8500。 RPM を発生した。1971年にュルブルクリンク 1000km レースでの 512M1971 年シーズンに向けて 512S に全面的に改良を施したのが 512M である。既存の 512S の多くも 512M 仕様へ変更された。シ,ャシーは構造の見直しにより軽量化され、ボディカウルは ポルシェ917系と同様に低いノーズから、テールへ気流をすくい上げるウェッジシェープに改装された。エンジンは 610HP、9000RPM にパワーアップした。しかし、1972年より、選手権対象が3リットル以下に変更されることが決まり、512M の使用期間は1年間のみとなった。 フェラーリは 312PB の開発に注力するため、512M を個人チームへ放出した。アメリカのペンスキーレーシングは独自の改良を施し、選手権に限定出場ながら、メーカーチームに匹敵する、戦闘力を見せた。フェラーリ公式サイト、日本語版より、開幕戦、デートな24時間で 512S がデビュー。短期間で、 開発製造された割にはポテンシャルを発揮したが、2年目で熟成されたポルシェ917に対抗することはできず、セブリング12時間レースでの一勝に止まった。このレースでは、俳優スティーブ・マック・イーンが乗る908、レーニを抑えて、マリオ・アンドレッティ、イグナツヨギュンティ、ニーのバッカレラ組が優勝した。ルマンレは11台がエントリーしたが、 プライベーターの4位が最高成績だった。最終戦では 512M がデビューした。ありがとうございます。